イーズナゴンゲンイーズナゴンゲンとは、信濃国家耳の地群のイーズナ山に対する山岳、信仰が発祥と考えられる、神仏集合の神である。多くの場合、白古に乗った剣と策を持つカラステング型で表され、五体、あるいは白古には、蛇が巻きつくことがある。一般に、戦勝の神として信仰され、足利義満、官僚細川氏、上杉謙信、 武田信玄など、中世の武将たちの間で盛んに信仰された。特に、上杉謙信の兜の前立が、飯綱県現像であるのは有名。その一方で、飯綱権現名。権が授ける、飯綱法は、あたご章軍人義比法や、抱きに天根法などと、並び中世から近世にかけては、邪法とされ、天狗や狐などを刺激する外乗りとされつつ俗信へと、浸透していった。 世に、伊名の術とて、人の目を幻惑する、蛇行悪魔あり、敷身の末光を仏家及び世俗に焼く。術者、伊名の法を行うに、この末光を焚けば、彼の蛇法行を晴れずというの類いである。しかし、こうした俗心の域から離れ、現在でも、新州の伊名神社や東京都の高尾山井も多いん。千葉県のロケや山の神の寺、千葉県いすみ市の名寺、 日光山林王子など、特に関東以北の各地で熱心に信仰されており、役王院は江戸時代には徳川家によって被護されていた。別称を飯綱権限、飯綱明神とも言う。飯綱権元に対する信仰は、各種演技や祭文により微妙に描写のされ方が異なる。信濃国の飯綱山が都学山の山麓の一部であるように、飯綱の主言道は、 都学士主言の参加に置かれていた。とはいえ、その発端は、飯綱山にあったと思われ、飯綱信仰は、都学士信仰より古いなどと言われている。根拠として、そもそも飯綱山で修行していた学問という行者が、歌唱2年に、都学士さんの改ざんを行った事実が挙げられ、遅くとも、鎌倉時代、室町時代の文献には、この記述が見られるのである。 天福元年には、飯綱大名人が、戸隠の住職のところに現れ、自分は、日本第産の天狗なり。と名乗ったと、上で触れた、室町の文献、戸隠山県、三津寺歩き並び上に記されており、続けて、願わくは、これの山の傍らに自し、根源の時風にあたりて三熱の句を脱するを縁。すべからく、ひしほの玉大二列すべし。 東山の珍珠とならん。と語ったという。このくずは古来より都学士山の主とされ都学士信仰の地主神となっていたものである。都学士山県三寺歩き並び女は都学士本位の縁起物なので、その観点から飯綱明神はあくまで都学士本源の自風によって都学士山の珍珠となったと、その主客関係を主張しているのである。江戸時代の作成された 伊豆な山略演技では、歌唱元年3月、学問行者が、伊豆なさんを入山して、伊豆な明神の姿を廃止とあり、天福元年、荻野の上手、伊藤豊前、守る中縄が約400年ぶりに、伊豆な明神の新託を得、山頂にしめ縄を張り、伊豆な神を祀った。そして、対岸上時のために五国を立つなど千日行を行い、人通力を得て、荒安村に、 主言道場を起こし、千日太夫の快祖となった。この初代は、千日武前と称し、不老調整を得得したので170年も生きて後、屍ほぐしたなどとされている。この他、イーズナ公式では明前月光と、コンピラヤ社との間にできた18の王子のうち、出家せず俗に止まった十王子の第3が、イーズナチラテンクで、これが、 イーズナさんのイーズナ明神であると語る。これは、さきの、戸隠山県、三寺るきなら美女と、内容的に関連する。イーズナさんを中心とする主言は、イーズナ主言と呼ばれ、代々その長を務めるのは千日太夫と呼ばれる、行者であった。千日太夫は近世には、武田信玄によって、安住軍から移された西奈氏が務め、イーズナ信領も萌石を支配していた。 飯綱山における飯綱信仰は、この千日太夫を中心に構成形作られていったものと思われる。飯綱権現がいつ頃から信仰としての形を整えたのか現段階でつまびらかにすることはできないが、現存最古名の飯綱神像は永福寺の神像であり、王永十三年の名がある。また、岡山県立博物館北区の飯綱権現図は、県本着色で、 室町記の作と推定されており、日光山林王子伝来のイスナマンダラズには南北朝室町記の定前の名が見える。加えて、高尾山芋を引友記事における、イーズナゴンゲンは中高の蘇春元が令和年間に入山した折に監督したといい、春元がすでにイーズナゴンゲンに関する情報を得ていたことを伺わせる。先に見た演技や公式等の記述等と合わせて、 考えるならば、中世初期にはかなり体系的なイーズナ神構像が形成されていたと考えられる。一口に、イーズナ神仰といっても、氷霊神行や天狗神行、武将や、主元者、忍者の間での神行、狐神行など、非常に多岐にわたっており、複雑な様相を呈している。実際どのようなものであったのかは、今後の研究の体積が待たれるところであるが、 室町頃には一面、魔法、外乗りといった捉えられ方がすでになされていたようである。オンチラチラやソアカ、チラチラやは、イーズナチラ天空の里トらから来ている。また、今昔物語集に里トらラ長年という天狗が登場している。ありがとうございます。